1960年代のニューヨーク、そこにスキャンダラスな話題に彩られた一人の日本人芸術家がいた。1989年、この女性芸術家はニューヨークを再び訪れた。16年ぶりの訪問である。ニューヨークに新しい現代美術館が設立され、オープニング企画にこの芸術家の大規模な回顧展が開かれることになったのだ。芸術作品には目の超えたニューヨーク中の新聞雑誌はこぞってこの展覧会を取り上げた。それらは全て好意的な批評であった。この芸術家草間弥生の名は20世紀芸術のことを語るときには欠かせない存在となった。老いと呼ばれる時を迎えた今も、草間弥生はうなりを立てるマシンのように精力的に作品を生み出し続けている。この番組は最適な都市環境づくりを目指す長谷工コーポレーションの提供でお送りします。6月4日より日本では3年ぶりの個展が開かれた。まるで宇宙人のような不思議な存在、草間弥生。シンプルで柔らかく優しく奇妙な安らぎがあり、しかしそこら中に増殖し私たちの度肝を抜く草間弥生の作品。草間さんの作品はいつもごく少ない要素で作られている。例えば水玉模様、キャンバスを覆い尽くした小さな水玉模様、有限の大きさのキャンバスの中に無限の水玉があるようにすら見える。網の目もそういった要素の一つ。互いに絡みつき、ひたすら外へ外へと広がっていく。構図も中心も何もない作品を草間弥生は飽くことなく数十年にわたって描き続けてきた。水玉はラウンドサークルがねソフトでしょ。それでね月のようにね優しくてね、それで静かでもって太陽のようにね人間のねエネルギーの根源みたいなねそういうとこがあって、それで宇宙は一つの水玉だけじゃなくて 何万個何千っていう 水玉が成り立ってるわけですよね。で果てもなく成り立ってて、でそういったもの神秘さっていうものに惹かれるわけですよね。それで
あなたも水玉、私も水玉、あなたも水玉、みんな水玉が成り立ってて、で、コミュニケーションのとして一つは一つでしか成り立ってないわけですよね。それで成り立ってなくて大きなね、水玉の集団だと思うんです。網の目はそれの根がなんです。網の目はポジは水玉でもって、で網の目の方はネガの方なんですよね。草間さんは生まれついての芸術家であった。彼女は幼い頃から心の病を病み、幻覚を見続けていたという。周囲のありとあらゆるものにオーラが見え、無限に繰り返す強迫観念と死の恐怖にいつも襲われていたという。しかし、繰り返し繰り返し訪れる強迫観念のビジョンから逃れるのではなく、強靭な意志の力でビジョンを捕まえる。そんな風にして草間さんは絵を描き続けた。小さな水玉や網の目のモチーフは若い頃の作品にすでに現れている。彼女は心を病んだ孤独な魂の持ち主であるだけではなかった。心に現れるビジョン、それが生まれて来たるところをしっかりと見つめ続けるだけの強靭な魂の持ち主であったのだ。その強靭さ、あふれ出る過剰な創作意欲はやがて日本という枠組みを大きくはみ出していった。1957年、28歳の時、彼女は周囲の反対を押し切って単身渡米する。草間さんの作品を保存してある倉庫、ここにはニューヨーク在住の頃の作品を含め膨大な数の作品が収められている。草間さんは驚くほど多作な作家である。今まででどのぐらいも作品として満たされてきたか、もう記憶にないぐらい、もう記憶にないくらい作りました。手法もまた多様である。ポップアートやミニマルアートなど現代美術が生み出してきたさまざまな潮流に通じるいろんな手法を草間さんは全く独自に生み出してきた。10歳の頃から自分で将来何かやりたいと思って、それで16歳頃になって卒業でしょ。それで何を将来選ぶかって、小説家になるか絵描きになろうかどうしようかと思った時に、小説家だったら日本にだけの狭いあの小説 の世界があるでしょ、うん、そういうのがんじがらめになって自分とも潰さなきゃならないから、じゃあ絵だったら国際的に何でもできるからってわけで、うん、絵を選んで、でニューヨーク行ったんです。パリ行こうかどうしようかと思ったけど、これからの世の中はねニューヨークだってね思って、やっぱりその通りになったんですよ、うん、彼女の芸術活動について書かれた新聞記事、それらを草間さんはほとんど全て保存してある。草間ニューヨークで草間さんの作風は大きく変わった。かつていろんな要素が混在していた絵の中から要素や色彩が消えて、純粋に網だけの作品が描かれ始めた。その代わり網の目はキャンバスを越えてどんどん無限に増殖を始めた。草間さんはキャンバスを継ぎ足し継ぎ足し、力の続く限り網の目を描き続け、網の目いっぱいたくさん描いていくでしょ。33フィートも描いたらね、振ったらね、そこ見るとこ、そこら中全部ね、
網の 目になってるいてね、びっくりしたんですね。そしたら心臓の脈がね、うわーっていっぺんに速くなって数えられきれなくなって、の救急車呼んでベルビューの病院へ行ってね、注射打ってね、そしたら普通になったけど、それから1ヶ月で寝たきりだったんですね。なぜかってね、あの網の目がねいっぱい出てきてね、俺ね、あの具合が悪くなってしまったんですよ。あまりにもね、網の目かきすぎて倒れちゃったんですよ。草間さんの活動の場はヨーロッパにも広がっていった。そして彼女の芸術はキャンバスの外へ外へと溢れ出していった。それは日常生活の中にも侵入していった。60年代に世界中の街頭でハプニングと呼ばれる奇妙な芸術行為が人々を驚かせた。草間彌生はハプニングを始めた人々の一人である。日本のマスコミは自分たちの基準を超えた女性芸術家に対してハプニングの女王なる名称を立てまつった。彼女のスキャンダラスなイメージはこの時作られた。だが草間さんはそれを自分にとって名誉なことであると断言する。やっぱりね、日本は硬くてね、これでダメだったんですよね。性格的に硬くて、それで社会が狭いでしょ。でニューヨークは何でもやれるところだから、だからニューヨークの方が懐深くて、それで非常に自分の思うこと何でもできるってところを持って、創造性が豊かなところなんですね。で創造性に対して援助してくれる人たちが非常に多いわけなんです。草間さんは激動の60年代ニューヨークをフルスロットルで駆け抜けてきた。スミレ脅迫。ある日突然私の声はスミレの声になっているの。心沈めて息を詰めて、本当なのね、みんな今日に起こったことたちは。テーブル掛けのスミレは抜け出し這い上がって、私の体に一つ一つへばりついてはバイオレットスミレの花、私の愛を奪いにやってくる。危険は満ち満ちてきたでしょう。立ちすくんでしまう香りの中、見て天井や柱までもがスミレ張り付いている。青春は捉えがたく、スミレの花語りがけないで、スミレ声になった声を戻してよ。大人になりたくはないの、まだたったもう一年だけでいいわ。私をそっとしておいてね。草間さんは頭の中から次々と言葉を取り出すようにして詩や小説を生み出す。文学作品においても彼女は多作である。触れたものが全て黄金に変わるというマイダス王の伝説のように、草間彌生の手が触れたものは全て芸術に変わる。彼女には創作活動以外の生活は一切ないと言っていいほどだ。水玉や網の目の執拗な繰り返し、そして繰り返し。草間彌生が見つめ続けているのは無限ではないだろうか。果てしなく続く空間を埋め尽くし、遥か過去から未来永劫にわたって繰り返し繰り返し、現れては消え、消えては現れる水玉模様や無限の網。私たちは自分が死んでしまった後でも延々と続いていく時間や宇宙のような広大な空間を実感することは難しい。しかし草間彌生はそんな無限を幼い時から生涯をかけてずっと
見つめ続けてきた。子供の時から同じものを繰り返し繰り返し繰り返しやって、河原へ行って石がたくさんありますでしょ、あれをね同じ感覚でもって 1,2,3,4,5,6 ってこう数えて、山のように数えて同じことをやるわけですよね。永劫回帰ってあるでしょ、永遠回帰っていうの、それはあの限りなくね、あの繰り返し繰り返し永遠に繰り返し繰り返すことをね永劫回帰っていうんですね。それね、あの私は絵だとか彫刻もそういうことやってたんだけど、ニーチェがねそういうことをね、あの哲学でもってねそういうことをね証明しているんですよね。同じ繰り返しの中の永遠のっていうものは同じ繰り返しの繰り返しの繰り返しの繰り返しだって言って、で私自身はねそのことは聞いてね、でね私自身もねそういうことをね子供の頃からね繰り返し繰り返しやってたわけです。それは絵とあの彫刻とあの絵の具だとかそういうものを持って。草間さんはひたすら水玉を描き続ける。まるで修道僧のようにゆっくりと確実に。草間さんはこの作業を何年も何年も繰り返してきた。日々の雑事に紛れて私たちが直視することのできない無限の姿、草間さんはこのまるで儀式のような行為を通じてそれを見つめ続けているような。そして私たちは無限の多様な姿を草間さんの作品を通して見ることができる。ニューヨーク時代お金がなかった草間さんは大理石や鉄の代わりに布を使った柔らかい彫刻という手法を発明した。まるで生き物の器官のような柔らかい彫刻。無限の中から全てのものが生まれ、そしてそこに帰っていく。空間の中のありとあらゆる場所が何かを生み出し、何かがそこで死んでいく。無限が草間彌生の存在を通して私たちの世界に姿を現す。
ビデオを使ったパフォーマンス。無限の網の目が現実の世界にあふれ出していく。やがて観客を巻き込んで、人々は草間彌生が見つめ続けているものの一端を垣間見る。天怖いことやって、一面のそれは自然なことやって、それであのそういうあの英語に回帰するってことはあの一つの哲学であって、それはあの 怖いことでも何でもなくて、ただしそれがそういうものであるってことだけど、私の場合は特にあの強烈にそういったものに疲れていたから、この何十年もそれを繰り返してやってこれたってことですよね。永遠の中の同じ繰り返しを繰り返しを続けていくのがあの私たちの人生なんだと思います。かつて一人の数学者がいた。その学者は無限を数学的に扱うことに一生をかけた。大きな業績を上げたその学者は、しかし最後には精神を病んで自ら命を絶った。だが草間彌生はそんな戦いに勝利した。それが芸術の力というものかもしれない。私が何かして死にたいって思うのは、作品を作って死にたいって思う以外ないでしょうからね。何か新しい、ね、世界を作ってね、起きたいっていうことなんでしょう。英語回帰と名付けられた作品。かつては草間さんを苦しめた死の恐怖と無限の繰り返しのビジョン。彼女は今それを帰っていく場所だと考えているのだろうか。無限の時間の中の切り取られた一部を生きる人生。そして全ての人々がやがて帰っていく場所は無限の時間の中なのだ。魂を運ぶボートに乗って草間彌生は孤独な魂を抱えてその場所を見つめ続けている。